看板かわいいです。フレンドさん。はい。じゃあちょっとパン買ってきます。よいしょ。ゆったりパーク。ここで朝ごはんします。よし。今日は曇り。涼しい。とても涼しくなったね。あ、気持ちいい。さ、コーヒー入れよう。コーヒー。今日はこれにしよう。さ、お湯を沸かそうか。沸いておりました。じゃあちょっとここでね。フレンドさんのパン食べます。昔ながらのパン屋さんか。七尾に住んでた時はたまに買いに来てました。すごい。気さくなお父さんがいます。で今日はフレンドのサラダデニッシュ、サラダデニッシュと飲むヨーグルト買ってきました。今日はおうち用、はい、美味しいよ。ほら、このポテサラがねむちゃむちゃ美味しい。なんか隣のお惣菜屋さんのジャーマっていうお惣菜屋さんのポテサラらしい。めっちゃ美味しい、この中のポテサラが。とこれもいただくよ。かわいいね。なんかかわいいです。いただきます。うん、うん、懐かしい。よし、じゃあコーヒー入れよう。もう熱くないね。ちょ、熱かった。おいしい。できた。朝ごはん。パン食べまーす。どっから食べようか。ちょっと割ってみようかな。パカッ。よいしょ。あ、先っぽ入ってないじゃん。ちょっとこっちの方は後に、美味しい方は後に食べます。いただきます。うん、うん、やっぱりこのポテサラがうまい、うん、パンも美味しいけどね。ちょっとほじって食べようか。うん、美味しいぞ。今日は七尾に髪を切りに来たついでに
車中カフェです。ちょっと寄り道、ちょっと寄り道がとても贅沢、うん、ちょっと寄り道がとても贅沢。ちょっとした時にこういう時間を作れると違いますね、なんか精神的にも。なんか違うんですよ、うん、よし、じゃあラジオ聞こう。ラジオタイムします。もっちゅうさんちょっとごめんなさいね。よし、ラジオタイム。様でした。美味しかった、感謝。ちょっと足湯に入ろうかなと思ってましたけど、時間がなくなってしまいました。ゆったりまったりしていたら時間がなくなってしまいました。うん、入りたかったね。残念。今日はちょっと風が強いです。風強です。髪切りに行こうかな。